2場所前の全日本選抜決勝に乗っています。47歳 S 級 S 班9番佐藤がマークつけまして、北日本勢3番9番と後方からです。さあ前で待ち構える4番の期待は後ろを気にします。8番のカナが仕掛けてきました。5番の新井杖手の上昇、誘導は外れています。さあグッドペース上がりました。3コーナージャンが入って4番の期待が打ち、外8番のカナがともがき合って4番の期待が突っ張ります。8番のカナが番手に入りそうになりましたが、1番の深井が内側、現在は並走。さあ今度は3番の新山が9番の佐藤を連れて仕掛ける。2番手外、さらにまくっていこうと3番の新山です。そして2番の古生がまくりを打ってきます。7番の秋元もやや車間がありますが追走。3番の新山、4番の期待に突っ張られますか。2番の古生、そして1番の深井が内から2番手取り返すような感じ、直線コース帰ってくる。4番の期待、1番の深井、1番の深井、6番短期徳永5番手、8番の末木、3番の武藤。さあそして後方からは近畿勢上昇、残り2周切っています。1コーナーから1センター、誘導対比1センター、1番の秋元が抑え込んできます。5番の窓場番手マーク、その外を通って8番の末木、2番の武藤、関東勢が前を切りました。3コーナーから4コーナー出しを迎えています。4番の渡辺が外を踏んで前を叩いて先行体制入ります。7番の和田乗って6番の徳永、その外3番の深井が一気に仕掛けてきました。1コーナーから2コーナー3番の深井が先頭、そして9番の和田がぴったりマーク。一方1番の秋元は8番手からまくり発動、最終バック3番の深井先頭で3コーナーをカーブ。9番の和田、そして3番手以降は車間が空いています。3番の深井、そして9番の和田健太郎、この2名で決まっていきそう。3番の深井追い下がる、9番の和田、9番の和田詰めるが3番の深井か。さあ各選手ホームへ帰りまして、まもなく打掌の周回、前段並走です。誘導外れて1番の期待が突っ張ってきます。外からは8番中川のプレッシャー。さあ中川は引きました。1番の期待、その後に地元勢9番の松本、4番の橋本、8番中川4番手に収まって、今ジャンが入って3コーナー、その中川マークは7番の園田、2番の新山は現在6番手、5番の佐藤がつけています。そして短期両者後方です。6番の岡崎、3番の皿屋。さあこのまま1番の期待がかけてきます。2番手3番手は地元勢、9番の松本に4番の橋本、縦1列2コーナー回りましてバックストレッチへ向かってきます。さあ1番の期待が風を切る展開、残り半周を切ってきます。2番の新山は現在6番手、1番の期待ペースかけ、9番の松本、そして4番の橋本、完全にレースを支配する1番の期待、直線コースへ帰ってきました。番手追走、9番の松本が食い下がっていきますが、9番か1番か、9番の松本かわしているか。4コーナー回っています。さあ5番の古生も1番の渡辺と前へと上がります。残り2周切りまして1コーナー誘導外れました。5番の古生、そしてその外から8番の太田が前へ変わってきます。7番の神奈川は外から踏んでいこうとしましたが下げました。さあ九州勢は引いて後方の8番手9番手、今打者を迎えて3コーナーから4コーナー、8番の太田後ろを気にしながら先行体制、番手マークは4番の芦沢。さあ中段の5番手から2番の和田が発進です。9番の小原連れています。6番の井田も追走。さあ難関勢やってきました。最終周回1コーナーから2コーナー、2番の和田が早めに先頭に立ちました。9番の小原番手マーク、そして3番手は8番の太田、6番の井田と競り合っています。5番の古生は現在4番手から3番手外、1番の和田も渡辺も追っていきます。3コーナーから4コーナー、2番9番、そしてその後ろからは5番の古生迫ってきます。直線コース帰ってきました。5番の古生が乗ってきました。5番の古生、そして内側には9番2番、外からは1番。
ゆっくりと上昇、2番の古性も4番和田圭を連れて動いてきそう。さあ前で待ちますのは7番の期待です。残り2周切りました。誘導外れてグッドペース上がります。さあ7番の期待が深谷を突っ張ります。5番の和田まくる番手マーク、8番小原3番手、神奈川3名前段、そして中段4、5番手地元勢、1番の松本に6番の橋本、金を迎えて3コーナー、2番の古性は6番手、そこから動いてきます。さあそして一度引いた3番の深谷ももう一度仕掛けようとしますが、8番手のまま4コーナー待ってきました。さあ残り1周に入ってきます。2番の古性は外から番手取ります。7番の期待の後ろ決めていきました。2番の古性、そしてその後ろは4番の和田圭入っています。さあ今度は1番の松本がまくって4番手まで上がってきました。残り半周切って3コーナー、6番の橋本をついて1番の松本が意地を見せる。3番手から2番手、7番の期待の後ろは2番の古性、直線コース帰ってくる。番手から2番の古性、優作が抜け出した。優勝は古性。Thank you.